ことの始まりは剣士たちだったんです。黒崎さんはポスリポスリと語り出した。本当に突然だったんです。それまでは普通にみんな自由時間を過ごしていたんですが、いきなりみんなの様子がおかしくなり暴れ出したんです。それは剣士たちが、はい、その時私は食堂で昼食の下準備をしました。そうしたらラウンジの方から悲鳴のようなものが聞こえてきたんです。気のせいかと思って作業を続けていたら、なだれ込むように食堂に入ってきました。あの人たち、気が違ったかのように暴れ回って、私も殺されかけましたが、間一髪で逃がすことができました。けど、あまりショックに、その場で気を失ってしまって、多分私だけじゃなく、研究者の皆さんも襲われてしまったんじゃないでしょうか。建物を壊して回ったのも彼らで間違いと思います。だって、あんな凶暴になって、まるで獣でしたし、黒崎さんは罠など触れです。もう私、何が何だか分からなくて、どうしようもなくて、ここで呆然としてたら、急に男が食堂の入り口から入ってきました。その男も私を襲ってきました。黒崎さんの足は終わりに近づくにつれて熱を帯びてくる。怖くて怖くて、悲鳴上げていたら、なんだか気が遠くなってきて、気が付いたら、黒さんたちに助けられていたんです。それで、今に繋がる感じか？男、それは誰だったの？話が終わるや否や、髪付けようが突っ込む。黒崎さんは、はてと首をひねった。さあ、さあってあなた見たんでしょ？よく覚えていません。被験者の一人だったような、違うような。被験者が暴れたってどういうこと？春田さんが誰にともなく大声で叫んだ。薬を飲んだからそういう風になっちゃったの？健康になる薬なんでしょ？危険なんてないって話だったじゃん。春田さんだけじゃなく、黒崎さんの被験者の様子がおかしくなったという話に、ナヤさんもエミンさんも合わさめていた。どうしよう、私。特に三人の中で一番体調の優れないエミリーさんは泣き崩れてしまった。大丈夫だよ、エミリー。きっと平気だから、なんともないから。アヤスさんが肩を抱いて励ましてるが、その声が届いていそうない。エミリーさんは頭を抱え、やだやだ、とかぶりを振り続けている。アヤちゃんは自分が具合が悪くないから、他人事なのよ。うろたえるほどに冷たい口調だった。アヤスさんを凍えるような目で見下ろしながら、春田さんがつぶやく。何言い出すのよ、春田。そんなこと思ってるわけ。なんでアンちゃんだけなんともないの？春田じゃなくて、アンちゃんの具合が悪くなればいいのに。剣を受け出しした言い方に、アンさんは電撃を受けたかのように硬直してしまった。言い返す言葉すら見つからないのだが、憤怒に染まった瞳で、春田さんを見つめ返す。ほら、何も言えないじゃない。アンちゃん、春田たちが死んだっていいと思ってるんでしょ。アンちゃんっていい人ぶってるけど、本当はそういう人間なんだから。何も言わないアンさんを、春田さんは罵倒し続けた。反応が返ってこないから、いくらやっても構わないと思ってしまうんだろうか。前と同じようにアンさんは唇を噛んで耐え続ける。春田さん、薄くなります。体に触れてますよ。小暮さんがまた間に入って、春田さんを斜めにかかった。自分の妹が友人に責められてるのを小暮さんはどう思ってるんだろう。表情からはそれは読み取れなかった。黒崎さん、ここは何の実験を行ってたんですか？知ってるなら教えてください。それは、黒崎さんは顔を伏せた。黒崎さんの長いまつげが切なげに触れてる。私はただ研究員や被験者の方たちの食事を作ったり、お掃除をしたり、そういう支援をしていただけなんです。本当にそれだけなんです。だから研究内容なんてそんな、そう言って黒崎さんは意味深に口元に手を添えた。風見くん、小暮くん、ちょっと聞いて。黒崎さんの態度の意味を考えていると、カモイズケは呼びかけていた。原田さんをなだめていた小暮さんもすぐに駆け寄ってくる。左に寄せ合って、僕たちは相談を始めた。黒崎さんの話も参考にはなったけど、ここで何が起きたのかは、依然として不明なままなのよね。被験者が突然暴れ出した。どういうことなのかしら。でも異常事態のことには変わりないでいます。小暮さんは鋭い口調で言った。僕たちはこれからすることは二つです。ここで何が起きたのか、他の人間がどうなったのかを突き止めること。そして意味不明な試験薬を飲んでしまったアヤさんたちの安全の確保です。僕の言葉に、カモイズケをうなずく。そうね。何を飲んだにせよ、彼女たちはちゃんとした病院に移してきちんと調べた方がいいわ。限界みたいですね。カモイズケはさすがに振り向いたりはしなかったが、皮肉は笑みを浮かべた。クレスさんは苦悶の表情で目を伏せる。では、ロズ先生と相談しましょうか。一応医師の確認を取っておいた方が確実だと思うんですが。そうね、じゃあ。ロズ先生がいらっしゃるんですか？話を引き続けて黒崎さんが驚きに、目を見開きながら聞いてきた。
はい、緊急連絡を受けて来てくれたんですよ。クズキさんのお知り合いですか？ええ、何度かお会いしたことがあります。ロー先生は優秀で献身的な医者として近くの町で有名なんですよ。何でも被災者のに真っ先に駆けつけてボランティアの救援活動をしたことがあるそうです。なんとロー先生はそんなに素晴らしい方だと思いますか？コルさんが感心しながら頷いていた。失礼します。隣の部屋に入ると中でロー先生とハクロスさんが話していた。あれ先輩どうしたんですか？会話を中断してハクロスさんがにこやかに話しかけてくる。僕にコルさんにカムズケをに、ハクロスさん、これでこの部屋に編纂室メンバーが全員揃ったことになる。ねえ、ちょっとロー先生に相談したいことがありまして。私ですか？ロー先生が意外そうに顔を上げる。きっとハクロスさんの指に来たと思っていたんだろう。ロー先生はアヤさんたちの診断結果らしきものが書いてある紙を手に取っていたところだった。隊員、実は事情を話そうと口を開くと奥のベッドで寝ている木村さんが視界に入る。木村さんは寝返りもしなければ寝息すら出なく死んだように眠っていた。木村さん、大丈夫そうですか？隊員、まだ混乱しているようですが体に至って健康ですよ。記憶も時間あたりは全て思い出すでしょう。ロー先生は笑顔でうなずく。ですが、精神的に疲れてるみたいですから、しばらくは安静にしておく必要がありますね。そうですか。きっと木村さんも、一気にいろいろと思い出したから疲れたんだろう。ロー先生の言う通り、このままゆっくり寝かせてあげたい。木村さんの安らかな寝顔を拝んだところで、僕は本題に入った。それで、ロー先生にご意見を伺いたいんですが、はい、何でしょう。実は、被験者たちを病院に移そうかと考えているんです。彼女たち、参ってきてるですし、ロー先生はどう思いますか？もちろん、賛成ですよ。ロー先生は真顔で即答した。ここにいてもこれ以上詳しい診察はできませんしね。ちゃんと診察すれば彼女たちの体調も良くなるかもしれない。問診票だね。そう言いつつロー先生は先ほど手に取ったカルテを覗き込む。専門用語だからか僕にはカルテの内容がさっぱり読めなかった。しかしロー先生がアヤさんたちを真剣に診察してくれてるのをカルテから感じた。医者の同意を得られたなら問題はない。ハヤさんたちをここから連れて帰って病院に運ぼう。だが問題はここの探索が未だ終わっていないということだが、二手に分かりましょう。そこで僕は電話した。被験者たちを連れて出て行き、その後で応援を引き連れてくるチームと引き続き施設を探索するチームが必要だと思います。そうね。カムイズケも文句ないらしくうなずいた。ハヤさんたちを無事に送り届けるのも大切だが、僕たちは警察官だ。明らかに事件が起こったやろう。この施設を放っておくこともできない。じゃあ、カズミ君のご力は、みんなを連れて安全な頃に移動して、その後で応援を連れて戻ってくるチームでいいわね。はい、わかりました。オス、了解であります。コレスさんがビシッと敬礼する。私とハグロ君は施設に残りましょう。いいわね。はい、頑張ります。ハグロさんが気合の入った声を上げた。そこで僕はちらりと、ネイル木村さんを見た。ごめんづけを。木村さんどうしましょうか？そうね。そんなに大勢が乗れるほど車は大きくないし、こんまんしておきましょう。私たちが様子を見ていくわ。ロー先生も休ませておいた方がいいと言っていたからしね。それなら木村さんも安心だ。わかりました。ではお願いします。じゃあ行きましょう。はーい。カモネズケの号令で僕たちが行動に移そうとした、その時。待ってください。私も残ります。ロー先生。ロズ先生。僕たちが疑問の話を向けると、ロー先生は真摯な表情でこう言う。私もあなたと一緒で、通報を受けてここに来たんです。私には生存者の確認をする義務があります。お願いです。私も一緒に施設内の探索チームにいてください。ロー先生。それを聞いたとき、僕は黒崎さんの話を思い出した。ロー先生は献身的な人だという話を。本当にその話の通りの人なんだろう。もちろん答える理由もない。むしろロー先生の言葉に感動する自分がいた。わかりました。ロー先生も私たちに同行してください。カムズケも異論はないようで腕を組んでそう言った。じゃあ私たちはもう行くわね。カズミ君、コリ君、あとよろしく。応援頼みますよ、先輩。彼女たちをお願いします。はい、任せてください。キーブたちも気をつけて。僕とコリさんに見送られて、カムズケ私は部屋を後にした。事情を話すと、みんなはすぐに賛同してくれた。当たり前だが、一刻も早く施設から出たいとみんな思っていたらしく。手放して喜んだ。特に春野さんがそれまでの金子が夢だったかのようにはしゃいでいる。本当にここから出られるの？春野助かるの？廊下を歩きながら何度も何度もそう聞いてくる。
そのためにコレさんは暗示を打たなくてはならなくて、バネ仕掛けのおもちゃのようだった。一方でエミーさんは、アヤさんにさられて歩いている状態でかなり辛そうだ。黒崎さんは一人で歩けるぐらい回復したようだが、不安げにあたりを見回してる。そうこうしてるうちに玄関へとたりついた。あれ、僕たちが入ってきた時は開けっぱなしだった。ドアが閉まってる。閉まってるね、ドアが。僕の記憶が確かなら、ロズ先生がせっせに入った時も開けっぱなしになっていたはずだ。首をかしげら、僕はドアを開くために手前に引いた。まあ、マジで。何か途中で引っかかった。ひょっとして、押し戸だったろうか。だが押しても引いてもドアは開く様子はない。鍵がかかってる。それなら、こちらの内側だから、排除するひねりがあるはずだ。手すり付近を見てるが。それらしきものは何もない。あるのはドアのすぐ横に取り付けてある電子パネルだ。あら、なんでかしら。電子ロックがかかってますね。小崎さんが横からパネルを覗き込む。電子ロックですか？何？こういう施設ってかなり厳重な作りになってるんですよ。数鍵だったら合鍵が作られちゃうかもしれませんし、ピッキングもありえますよね。だから電子機なんです。でも普段だったら内側からなら開くはずなのに。どういうことなんですか？誰かの設定を変えてしまったみたいです。マジか。普段は内側だったら何もしなくても開くんですが、今は暗証番号入れないと開かないように設定を変えられてしまっています。でも黒崎さんだったら管理員だから開けられるんではありませんか？私が知ってるのは、外から入るときに使う番号だけなんです。それでもいいです。念のため、試してください。はい。黒崎さんは手慣れた操作でキーを入力していく。防犯ためか、かなり長い暗証番号のようだ。すぐに全て打ち終えて黒崎さんは手を離した。何かが起こったような気配はない。あ、ごめんなさい。打ち間違えちゃったみたいですね。黒崎さんは当てて、再度キーを打ち込んでいった。だが黒崎さんが入力しておいても、ディスプレイには暗証番号は間違っています、という表示がされている。開かないわ。信じられない。といった様子で彼女は僕を見た。そんな、だんだん雲行きが怪しくなってきた。マジで設定変えられちゃったパターンですかね。僕たちがこの施設に入っていた時、このドアは何ともなっていなかったはずだ。ロズ先生と会った時も普通にドア開いていた。まあ、その後だよな。それなのに今は閉ざされている。つまり誰かが扉を閉めた上で暗証番号の設定を変えたとしか考えられなかった。黒崎さんの話にできた暴れる被験者、彼らがいたんだろうか。はじめは僕たちが何を話してるかわからないといった表情で成り行きを見守っていた彩さんたち。だが次第に状況を理解してきたようで顔色がだんだんと悪くなってきた。黒崎さん、他に出入り口はないんですか？裏口とか。防犯上の問題から出入り口はここしかないんですよ。黒崎さんは質の持ちで首を振る。ここしかないのか。では窓はどうでありますか？小暮さんが提案した。開け閉めできないみたいでありますが、割ればなんとか。それはとても明暗に思えた。だがダメです。あの窓は防犯ダメ、ワイヤーが中に仕込まれています。割れないとでも。玄関もダメ、裏口もない。窓は開かないどころか壊すことすらできない。こっから出られない。僕たちは閉じ込められたんだ。やばいなぁ。ケイさんのおすすき、こっから出られて言ったじゃん。涙目で原田さんが訴える。今までのヒステリックとはわけが違う。この底からの絶叫だった。原田さんだけじゃない、アヤさんもエミーさんも無言だったが、目で不安を訴えてきていた。原田、帰るんじゃないの？なんでよ。原田が何しちゃっていいの？ねえ、教えてよ。すいません。本当にそれしか言えなかった。閉じ込めたのはこの施設に潜む誰かがいたことだが、ぬか喜びさせてしまったのは僕たちなんだ。小暮さんも悔しそうに歯を食いしばってる。そんな収拾がつかない時代に混乱してると、あれ、先輩たちどうしたんですか？場に似合わない間延びした声が響き当たった。何やってるの？出てったんじゃなかったの？続いてかけられたのは冷たい印象の声の声。羽黒さんと神月夫だった。廊下の角から二人ともいぶかしそうに僕たちを見ている。それもそのはず、二人からしてみたら僕たちはすでにセスから去ってるはずの人間なんだ。いつまでもここに残っていていいわけがない。神月夫の絶対レードの線が、早く仕事しなさいよと言ってるかのようだ。言いにくかったがはっきりと答えた。それが玄関が開かなかったんです。なんでも電子キーにロックがかかってるとかで。え？途端に羽黒さんが疑惑した。でもそれいじれば解除できるんじゃないですか？ダメなんです。管理員の私でも無理でした。小崎さんが申し訳なそうになれる。他にも出入り口は玄関だけのことや、窓を開けたり壊したりすることも不可能であることを伝えた。この施設から出られない。僕たちは閉じ込められたようですぞ。
そう。カムズケは神妙なお家でうなずいた。私は国すら待てて。自分の目で確認してみないと信じられないんだろう。カムズケは電子球前に真剣な表情をする。カムズケなら電子球を開けることができるだろうか。普段のタラモスから彼女なら何とかしてくれるんではと思う一方、管理人でも無理だったんだから何をしても何ではと無意識のうちに考えてしまう。いけない。検察官である僕がネガティブになってどうするんだ。喉が渇いた。後ろで春田さんがぽつりと呟いた。春菜、我が言っちゃダメだよ。水が飲みたい。春菜、綾さんが制するが、春菜さんは呪文のように同じことが繰り返す。水が飲みたいのよ。帰らせてくれないなら水くらい飲ますよ。そう言われたら僕たちは何も返さなかった。食堂に行きましょう。カムズケを引き続きよろしくお願いします。分かったわ。僕の先導にみんな黙ってついてくる。その途中は鈴谷のように深刻さく静かだった。そうか、閉じ込められてしまったか。食堂に着いたとな、原田さんは水道に向かって走り寄った。初めは黒崎さんが用意したコップを使って飲んでいたが、今では顔を蛇口の下に入れ込んでごくごくと喉を鳴らしながら直に水を飲んでる。いくら飲んでも満足できないらしく、さっきからこんな状態だ。その姿には危機迫るものがあった。春菜、綾さんが心配そうに声をかけるが、春菜さんの耳には取れていないようだ。春菜、もうやめなよ。2回目、綾さんがそっと肩口に触れると春菜さんはその手を振り払った。そのまま何かを喋ろうとしたが、ギフを行こうと咳込む。水が気管に入って無さのではなく、咳のようだった。エミリーさんがずっとしてるあの変な咳だ。エミリーさんもそうだが、春菜さんも確実に体調が悪化してきている。だんだん体が重くなってきたの。口元を拭いながら春菜さんは吐き捨てるようにつぶやく。顔を上げた春菜さんの方が、幾分かっこけてしまっているように感じた。いくら飲んでも飲んでも喉が開くの。ごまんじゃ、春菜は死んじゃう。ねえ、お願いだから。春菜のこと助けてよ。春菜さんがおたけびを上げた。僕に懇願するように寄り添ってきて。落ち着いてください。体にも去りますし。さっきからそればっかじゃない。ごめんくだす。春菜さんに共鳴してか、エミリーさんがコップを持ったまま抜け出した。小暮さんはどうしたらいいのかわからないらしく、おろおろとしてる。周りを見るとみんな不安を通り越して絶望を顔に表していた。僕はしっかりしないと。カモエズケ部がハイヒールをカスカスと鳴らしながら帰ってきた。僕と小暮さんは急いで彼女に駆け寄る。カモエズケを玄関は無意識のうちに期待がこもってる言い方になってしまった。だが、カムズケは首を横に振ると、ダメだったわ。そうですか？そうか？分かっていたが、自然にため息が出てしまった。少なくとも、ロズ先生が入ってきた時まで、ドアは開けっぱなしだったはずですよね。誰が閉めたんでしょう？私たちを閉じ込める必要がある人がいるとしか考えられないよね。まあ、そういう人物が、ってなりますよね。だとしたら、誰が何のために僕たちを閉じ込めたんだろう？考えてもキリがないが、気味が悪かった。今まで以上に警戒する必要がありそうだ。なんとか、表に出る方法を探さないとね。カモイズケは願いのようにつぶやく。でも、助け予防にも電話が通じませんしね。ハクロさんも頭を切りながら言う。黒崎さんの話に出た、暴動を起こした人たちも、行方不明のままであります。クレさんも苦い表情で言いやる。分かっていたが、状況は以前よりも悪くなっていた。カモイズケの方は、何か進展はなかったんですか？一応、全数見てきたわよ。どこもかしこも荒れてるだけで特に変わったものはなかったわね。でもクローゼットの中まで調べたわけじゃないから、誰かが潜んでる恐れもあるけど、私を襲った人もまだいるんじゃないでしょうか。よっから黒崎さんも不安そうに述べる。すると公衆電話を確認したけど、やっぱり電話線が切られていたわ。公衆電話か。多分声に切られたもんね。そうなんですか。カモイズケの言葉に緊張が走る。僕たちの確認していない誰かがこの施設の中にいるということだ。ここに留まるのは危険ですね。やはりそういう結論を出した。何が何でもここから脱出しなければならない。研究室もざっと調べたけど、何か手がかりがつかめたんですか？いえ、この施設が何を研究してたのかわからなかった。パソコンもすべて壊されていて調べようがありませんでしたもんね。マグロさんがしょんぼりとうなだれる。パソコンも壊されてたんだ。ロド先生が研究室に残って手がかりを探してくれてるわ。せめて研究内容がわかれば。それさえ彼は原田さんたちの治療法も見当がつくというのに、ロン先生が何か調べていることを祈るしかないと僕たちが口をつくんだ一瞬。
もう一人の自分、小崎さんが思い出したように後ろ出した。小さな先だったが、静まり返った食堂ではかなり響いてしまった。僕たちは自然と小崎さんに注目していた。あ、ごめんなさい、うるさかったらしい。黒崎さんもそんなつもりじゃなかったらしく、慌てて手を振ってる。黒崎さん、それは何のことですか？何がしら？その、もう一人の自分ということですよ。え？そういえば黒崎さんは先ほど僕がここでは何の実験を行っていたのかと聞くと、やけにうろたえていたのがする。知らないとは言っていたが、本当は何か知ってるんではないだろうか。黒崎さんお願いします。何かご存知なら話してください。黒崎さんは口をすぐんでいたが、やがて何かを決意したのか、ゆっくりと話し始める。お、何か来そうかな。さっきは黙っていてすみません。実は私、聞いたことあるんです。ここで恐ろしい研究をしてるって。本当なの？何、あの、この研究所、こんなに広い割に研究員が7名いるだけなんです。7名か？夜になると詰まり返って、本当に薄気味があるんですよ。私の勘違いかもしれないですが、たまに人数を数え間違えてしまうことがあります。施設の中に誰がいて何をしているのか、管理人である私にもわからないんです。はあ。まだ不思議なことはあるんです。被験者用の部屋の表面を磨いていたら、自分じゃない人がぼんやりと映ったり、誰もいないはずの部屋から人の声が聞こえてきたりするんです。あなた、さっきから何がいたの？階段回したら法廷からしてくれる？案の定、亀月はイライラしながら行こんだ。しかし黒崎さんは真顔で一歩前に踏み出すと、違うんです。最後まで聞いてください。それで私、そのことをある時に研究員の一人に尋ねたことがあるんです。すると彼、意味深に笑ってこう答えたんですよ。もう一人の自分を生み出したら便利だと思わないかいって。めちゃめちゃ意味深だね。私はすぐにその研究をしてるの？って聞いたんですけど、彼は答えてくれませんでした。でもあのニヤニヤした笑いはそうだよ、と肯定してる顔でした。黒崎さんはそこで話を切ると、周囲の反応を伺うように眼球を浮かした。つまり黒崎さんは、この施設がもう一人の自分を生み出す研究としていたと言いたいんだろうか。いきなりそんなことを言われても、話が抽象的すぎてよくわからない。だが、黒崎さんの話はまだ続いていた。その時に彼は誰にともなく変な言葉を言っていました。意味はよくわからないんですが、確か、ドッペルゲンガー、ドッペルゲンガーか？とか、ドッペルゲンガー。黒崎さんの言葉に、羽黒さんがすぐさま食いついた。ええ、確かそんな。それって何です？簡単に言うと、自分そっくりの人のことですよ。ドッペルゲンガーというのは、ドイツ語で、二重の歩く者という意味で、自分でもう一人の自分を見たり、自分の姿を第三者に違うところで目撃されたりする現象ですね。本人が会うとしてんとか、様々な都市センスがあるんですよ。ドッペルゲンガーの特徴としては、周囲の人間とは会話をしないというものと、本人に関する場所に出現するというものがあるそうなんですね。あ、ちらって見た。あの人影がその可能性あるのかな。自分のドッペルゲンガーを向けするってことは、寿命が尽きる寸前の証というテセンスもあるんですよ。アメリカ合衆国第16代大統領のアブラハム・リンカーンや芥川龍之介、ゲーテ、それに、平成ロシアのカー・テリーナ2世なんかドッペルゲンガーを見ちゃったらしいですね。前者の二人は伝説の通り本当に不幸な死に方をしましたしね。リンカーンは暗殺されて、芥川龍之介は自分で命を絶ちました。ゲーテは長生きをしたんですけど、馬に乗って走ってる自分を見たというのが有名なんですよ。エカテリーナ2世ももう一人の自分が玉座に座っているのを見た直後に亡くなったらしいです。特に芥川龍之介が著書の二つの手紙や歯車なんかでドッペルゲンガーを題材にしてるんです。二つの手紙では主人公である語り手がコンサート会場や道端で自分や妻のドッペルゲンガーを目撃したんですね。主人公はその恐怖を日記に記していたんですけど、ある日自宅に帰ってくると、なんと自分と妻のドッペルゲンガーがその日記を見てるんです。怖いですよね。ドッペルゲンガーたちはそうすることで本体、主人公が怯えてるのか確かめてやそうですよ。けどこの橋は主人公を追い詰めるのはドッペルゲンガーじゃないんです。ドッペルゲンガーのせいで不定を噂されるようになった主人公の妻が失踪したんですよ。主人公の怒りはドッペルゲンガーじゃなく世間の無神経の人たちに向ける形で物語もあれです。結局ドッペルゲンガーは主人公を死に追いやることはできなかったというわけですよ。それで2つの手紙から10年ですね。
芥川龍之介の遺作となった歯車でもドッペルゲンガーは登場するんですよ。ただそれを見るのは主人公本人ではなく第三者である死んだ氏です。しかもドッペルゲンガーは作中に登場する歯車の幻覚や黒と白、永遠コートの男と同じで主人公に死を宣告するものしかないんですね。二つの手紙があくまでもドッペルゲンガーを扱った創作であるに対して、歯車という作品はエッセーなのか創作なのか、またはただの覚書なのか、よくわからない方式で物語が進んでいくんですよ。ただただ死について淡々と書いてるんです。すると芥川龍之介が晩年に書いた未完の作品で人を殺したかしらというものがあります。これは芥川龍之介未定講習には夢というタイトルで収録されているやつですね。あらすじはこうです。ある日主人公である青年が人を殺した夢を見るんですよ。それは次の日になると幻想もなっていて、主人公はだんだん本当に自分が殺したのかもしれないと思うようになってしまうんです。最後にはもう一人の自分がいて、そいつがやったのかもと考えるようになるんですよ。それはまるでドッペルゲンガーにも悩む芥川龍之介本人を題材にしたような話だとそうですね。実は彼が自殺する前日に編集者がこの作品を見つけていたそうなんですよ。編集者がその原稿を見ようとすると芥川がやっぱり、それは失敗作だから見るなって原稿をぐしゃぐしゃに破り捨ててしまったらしいですよ。その翌日、芥川龍之介は布団の上で死んでいました。睡眠薬を多量に摂取し、自殺を図ったそうなんです。そして昨日、芥川本人が破り捨てたはずの、人を殺したかしらの原稿が、綺麗な状態で机の上に置かれていたそうです。というわけで、この通り、ドッペルゲンガーという現象は、死を意味するものが多いんですよ。僕もそれとなくドッペルゲンガーのことは知っていたが、そんな著名人たちが目撃してたなんて知らなかった。何バカなこと言ってるのよ。ありえないでしょ。しかし、鴨居月はあっさり消せた。その言葉は、羽黒さんに対してでもあったようだが、そんな話を持ち出した黒崎さんへという意味合いの方が強かったようだ。でも私は確かに、時間の無駄だわね。次の対策を練りましょう。鴨居月は黒崎さんの話を聞く気が全くないようだ。羽黒さんやコレさん、そして僕という編纂室メンバーを呼んで、あれじゃない、これじゃない、と話し合い出す。そんな中、僕は黒崎さんの線に気づいた。お。黒崎さんは黙って、鴨居介の後ろ姿を睨んでいた。僕には黒崎さんの話が妙に引っかかる。木村さんと出会った時、窓の外に見えた、勇気のごとき女性。こちらって何か、ねえ、いらっしゃいましたもんね。雰囲気は全く違っていたが、黒崎さんによく似ていた。ね、おいでになられてましたもんね。小暮さんもあの時のことを考えているのか、いまいち話し合いに集中していない。あれは一体？そこがキーになるのかな。さあ、ということで、サイン書のセリフクエスチョンですね。勇気のごとき女性。あの女性は僕たちの見間違いだったんだろうか？そうだ、違う。違うで。だとすると、あれは誰だったのか？黒崎さんによく似ていたが、黒崎さんだった、黒崎さんではない、鴨居月雄だった。まさかの第3の選択肢ですね。黒崎さんではないでいこうかな。そう。確か、マロンさんに怪しい女性を見た直後に悲鳴が聞こえてきたんだ。駆けつけてみると、食堂に黒崎さんが倒れていた。同チームとしたら、セスの巣から走ったとしても間に合う時間ではない。他にその女性は黒崎さんではない。そう言える根拠はなかったろうか。黒崎さんは木村さんを知っていた。僕らと出会わずに食堂に来られない。黒崎さんの服は濡れていなかった。服は濡れていなかったかな。結論ですね。これでいきましょうか。そうだ、僕は窓の外に女性を見かけた時、雨が降っていたはずだ。それなのに女性は傘を差していなかった。だからもし黒崎さんがその女性だとしたら、びしょ濡れになっていなくてはせんなんだ。黒崎さんは服も髪も濡れていなかったんで、それはありえない。ではあれは他の誰かだったんだろうか。今はまだ見つかっていない研究者や被験者、その中に黒崎さんと似た外見の人がいれば話は別だ。僕は管理人である黒崎さんに話を聞いてみることでした。黒崎さん、研究者や今回の被験者の中であなたに似た都市学校の人はいませんでしたか？ね、いいえ。研究者の方は皆男性ですし、被験者にもそんな人いません。男性のみなのか？ということは他の人とは考えにくい。ってなりますよね。つまり男性は
黒崎さんのドッペルゲンガー、いやまさか。万一黒崎さんは被験者ではなく管理人だ、薬を飲んでるはずがない、そうしないとドッペルゲンガーが発生しようがないじゃないか。黒崎さん、あなたは被験者じゃないから治験薬なんて飲んでませんよね。え、あ、はい。おや、なぜか黒崎さんは曖昧に微笑み、言葉を濁した。ちょっと気になるね、今の反応。原田さんはドッペルゲンガーの話を単なる噂話として取れなかったような。じゃあ原田もその薬を飲んだっていうの。一筋の重みを癒さない暗い暗い瞳で出かける。いえ、まだそう決まったわけではないでしょうけど。うん、きっとそうだ、そうに決まってる。羽黒さんの否定もなしく、原田さんはすっかり損気だった。どうやら暗示に借りやすい性格らしい。自分の手のひらを瞬きもせずに凝視しながら自分に言い聞かせるにすべく、だからこんなに苦しくてノラが吐くのよ。そうよ、私たちみんな死んじゃうんだろ。ドッペルゲンガーに殺されちゃうのよ。そんな不安の種はエミンさんにも植え付けられてしまったような。まるで街頭演説をするかのような原田さんの言葉にエミンさんは体を震わせ恐れもいた。原田さんの恐怖は止まることを知らず、誰に言うでもなくセリフを吐き続ける。ドッペルゲンガーを見たら原田も、原田やめなよ、アヤさんが原田さんを制止した。そんなことを言ってもどうしようもないでしょう。手を焦らせるように邪魔にならないようにした方がいいよ。そうしたら脱出できる方法が見つかるかもしれないじゃない。こんな異常事態なのにアヤさんは比較的落ち着いてるんだった。アヤさんね、冷静ですよね。本当は彼女も原田さんが言ってることを恐れてるはずなんだ。だってアヤさんも治験薬を飲んだんだから。現にアヤさんの拳は強く握られたまま下連していた。そうすることで死の恐怖に打ち勝とうとしてるんだろう。それを表に出さないで必死に耐えている彼女はとても強くけなげに見えた。アヤちゃん怖くないの？原田氏、ドッペルゲンガーの薬を飲んじゃったんだよ。本当にドッペルゲンガーの薬だとは決まってないじゃない。っていうか普通に考えてそんな薬するはずないよ。なんで原田はそう悪い方向に考えちゃうの？うん、絶対そうだよ。だってそうじゃなかったらこんな風になるわけないでしょ。エミちゃんなんて今にも死んじゃいそうだもん。アヤちゃん、なんでそんなに冷静なの？おかしいんじゃないの？あ、それまでは黙って原田さんの暴言を受け止めていたアヤさんだが、今回は違った。春菜、私に痩せられたりして楽しい？わがままだよ。みんな不安なのに一緒なのに、一人で引っ掛けまして。私が今言ったことを聞いた？春菜は私の言葉を受け流すくせに、自分の意見ばっかり押すけようとするじゃない。そういうの自分本位って言うんだよ。ここに来て初めての反応だった。やはり綾さんは今までは我慢してたらしい。顔を真っ赤にして一気に言い切ってしまった。しかし、それは春菜さんを喜ばせるに過ぎなかった。春菜さんの怒りの表情が一変、小さな顔が狂気に浮かんだ。やっぱり、アヤちゃん本当は原田のこと嫌いなんでしょ。さっきは黙って聞いたけど、本当は原田に文句を言いたくてたまらなかったんでしょ。アヤちゃんも無線原田と一緒なんだよ。そんなこと。施設内での強行は何かを起こるたびに段階を上げていっていた。これ以上放っておいたら今度こそ収拾がつかなくなるかもしれない、そう思ったんだろう。ののしり合いがここまで激しくなる前に小暮さんの叱咤する声が飛んだ。アヤ、いい加減しろ。お兄ちゃん、アヤさんは肉親であるはずの小暮さんに10代の女の子とは思えない冷めた目を向ける。なんなの、さっきから原田の金ばっかり取って、それがお兄ちゃんの仕事なわけ。なんや、お前なんてこと。何を、本当のことじゃない。かずみさんたちは頑張ってくれたのに、お兄ちゃんはそれしかしないじゃない。あや、なんとか騒ぎは収まったもの、兄弟の仲が険悪になってしまった。二人は妙に突っ張り合ってしまい、背中を向き合ってしまう。薄々感づいてはいたんだが、この施設に来てから小暮さんと綾さんはちゃんとした会話を交わしていない。たまに言葉を交わしても、今のように小暮さんが綾さんを注意するような感じになってしまい、綾さんはふてくされてしまう。でも小暮さんだって綾さんが内心は不安で止まらないのは分かってるはずなんだ。二人の思いがすれ違ってしまってる気がする。素直に慣れていない。どうでもいいんだけど、春菜トイレ行きたい。Kさんついてきて。春菜さんがやけにすっきりした表情で僕に連れてきた。綾さんが怒られて満足したんだろうか。あ、ええ、もちろんついてきますよ。すいません、私もいいでしょうか。エミーさんも顔を伏せながら言う。そういえば春菜さんの陰に隠れて注目されていなかったが、彼女も相当な量を水飲んでいた。コップで何回もおかわりしていたのを覚えてる。その二人を連れて僕は食堂までにした。大体春菜は初めから綾ちゃんのことが気に入らなかったよ。荒れた廊下を歩きながら、春菜さんは席混じりに素早く
事件が起きる前、試験の自由時間の時も、アンちゃんオーディションの二審査からとかで、一人でストレッチとかしちゃってるよ。エミーちゃんも、ハルナも目の前にいるっていうのに、彼女はもともと、ハルナたちと仲良くする気ないのよ。そうなんですか？どう答えていいかわからないんで、とりあえずあいつだけはというと、はじめはエミーさんに話してるのかと思っていたんだが、説明クションのところを見ると、どうやら僕に打ちってるつもりやし。そうよ、その時ね。ハルナが、なんでそんなめんどくさいことやってるの？って聞いたの。そしたら、だって一週間もここに拘束されてるのよ。自主トレーニングぐらいにしとかないと、帰ってから自分が恥ずかしい思いするもの。ハルナってトレーニングが必要でしょ？声優って発声練習とか継続してやらないと困るんじゃない？トレーニングしてるの？見たことないけど、大丈夫？なんでさ、偉そうに説教してくれちゃったわけ。男子、試験期間中は運動しちゃいけないんだよ。マジうざい。ハルナさんはアイさんの口真似をして飽きせた。一応声優の学校に通ってるだけあって、ハルナさんは様々な声を使い分けている。僕は最初にアイさんが見せていた試験ボランティアの説明書を思い出した。激しい運動じゃなかったらしても平気なはずですよね。そんなに気にすることはないんじゃないでしょうか。そりゃそうだけど。でも一人でそんなに這い切られても周りから浮いちゃうだけだよ。ねえ、みちゃん。ねえ。ハルナさんに肩を揺さぶられ、エミンさんが曖昧に返事を返す。その際にエミンさんの喉から出る、痰が絡んだ嫌な咳の音が、やたら鼓膜に響いた。エミンさんは試験に来る前からアヤさんの友達だったはずだ。いきなり友達の口を言われて困ってるんじゃないだろうか。エミンさんが視線をそらしてうつむいてることからなんとなくそう思った。僕はふとした疑問が浮かんできた。さあ、選択肢いましたね。ハルナさんはサボっていたのか、エビニーさんはサボっていたのか、アヤさんはいつもそうなのか、アヤさんはいつもそうなのか、でいきましょうか。そう感じた僕は尋ねているごした。エビニーさん、アヤさんはいつもそうなんですか？すると、エビニーさんはこくりとなずく。試験時じゃなくて、いつもです。いつもか。学校でも休み時間は一人でトレーニングをしています。学校が終わってからもまっすぐ帰って、家で練習してるみたいですね。私も給水以外にアヤとは遊んだことはありませんし。何それ、友達いないの？ハルナさんがうんざりとした様子で顔をしかめてる。アヤさんは随分と真面目な生徒のようだ。無かモデルの世界のことはよく知らないが、きっと体を張った職業だから妥協なら許さないんだろう。そういえばモデルは食事制限がすごいということを聞いたことがあるような気がする。普段から体型に気を使わなければならないなんて、さすが大変だろう。だが、ハルナさんはそうは思わなかったようだ。アヤちゃんって、そんなんだから止まんちゃいけねえんだよ。ハルナなんて、いつもトレーニングなんてしないから、みんなと遊び放題だよ。そうやって人脈を作るのも大事だからね。やっぱり真面目なやつなんて付き合ってらんないよね。人脈なのと、もっともらしいことは言うが、その言葉に説得力はない。バッサリだね。じゃあ、ハルナさんは全く練習してないんですか？そうだけど。でも、声優になるためには、オーディションとか審査とかあるんですよね。うん、あるよ。ハルナさんはそういうの受けたりしているんじゃないんですか？うん、受けたことないよ。え、そうなんですか？さっきから僕はハルナさんに動揺されてばかりだ。僕は上司だと認識することが彼女にはほとんど通じない。ハルナさんは声優の学校に通ってると最初に言っていた。ということはつまり、ハルナさんの夢は声優だろう。もしかしたら声優の学校でもいろいろな学科に分かれているのかもしれないが、ハルナさんが業界人になりたがってるのは確実だと思う。それなのに彼女は、自主トレもしなければ、オーディションも受けたことがないという。どういうことなんだろう。僕は入学前にどんな分野を学ぶか決めていることから、専門学校の人は全員、やる気に満ち満ちていると勘違いしていた。ハルナさんは僕の困惑にも気がつかず、またエミさんの肩に手をかける。それが普通だもんね。エミちゃんもオーディション受けたことないでしょ？うん。え、エミ様ですか？エミ様はさっきから僕たちに見向きもせずに、黙々と歩いていた。顔はうつむき気味で、目は床だけを見つめている。歩くだけでいっぱいいっぱいのようだ。僕たちの会話を聞いていたとは、とてもじゃないが思えない。ひょっとしたらエミンさんは、さっきの演奏も含めて、話の流れに合わせ、なんとなく返事をしてるだけかもしれない。それほどに、エミンさんは弱っていた。こんなに近くにいる人の口調も気づけないなんて、僕はなんて鈍感な人間なんだろう。僕はエミンさんに手を差し出した。エミンさん、もしよかったら。なあ、ありがとうございます。後ろの瞳で僕を見上げ、エミリさんは手を取った。ハルナさんは僕たちの動きを義務を止めず、ペラペラと喋り続けている。ケイさん、勘違いしないでよ。オーディションはたまたま用意が間に合わないから受けてないだけ。きっとハルナの準備がバッチリだったら簡単に動かせると思うよ。しかもアヤちゃんが受かったのって、たかだか一審査でしょ？全然すごくないし。
今度こそ、なんて言えばいいのかわからなかった。原田さんのことを考えてると頭が痛くなってきた。黒崎さんと木村さんを連れて帰ってきたとき、鴨志介は素を訴えているのが今更ながらわかった気がした。トイレは玄関のすぐ横にあった。待って、まず僕が入って安全確認するから、すぐに入ろうとする二人を仕留め、トイレ内に足を見れる。さあ、中だね。個室の中に誰かが隠れているかもしれないんだ。油断することはできない。慎重に個室を一つずつ開ける。一つ目。何もない。一個一個やるんだ。二つ目。何もない。三つ目。うん、大丈夫だ。掃除用具でも確認してみたが、特に異常はなかった。大丈夫でしたよ。さあどうぞ。ありがとうございます。軽く頭を下げると、エミさんすぐにトイレに入っていてしまった。廊下を共に歩いた数分間、きっと彼女はトイレにたどり着くことだけを考えていたんだろう。一方で残った原田さんは、無遠慮に僕の顔をじろじろ観察している。原田さん、いかがですか？ケンさん、どこで待ってるの？何を気にしてるのかと思ったら、そんなことが。僕はここで待ってます。安心していてください。うん？あ、そう。聞くだけ聞いたら満足したのか、原田さんもやっとトイレへと行ってくれた。異様な静かさに住まれた廊下で部下一人たたずんだ。空気が妙に重く感じられて、なんだか緊張する。仮に、ここで本当にドッペルゲンガーの研究をしてたとして、なぜ僕たちを閉じ込めなくてはならないんだろうか。被験者の仕掛けなら別として、僕たち警察官やロズ先生を招き入れてから閉じ込めたのはどうしたろう。そこに何か意味があるんだろうか。わー、何か、これは、あったのかな。原田さん。トイレの中に突入すると、まず洗面台前に原田さんが口を抜かして座り込んでるのが目に入った。エミンさんは？大丈夫。個室の奥の方に立てる。二人とも無事なのだ。なあ。原田さんは両手で顔を見ながら、おやすに近い声出してる。この怖がりようは尋常じゃない。原田さん、どうしたんですか？窓の外に原田がいたの。マジで。え、原田さんが見出す時には窓があった。すぐに駆け寄って覗いてみると、そびえ立つ通りと駐車中の車があるだけだった。ドッペルゲンガー的な感じですかね。何か人影のようなものが遠ざかるのを見たような気がするが、一瞬だったため自信はない。原田さんも上下、まるでドッペルゲンガー下手じゃないか。エミさん見ましたか？その原田さんは。さあ、私は見てません。エミリーさんは見てない。エミリーさんは無表情で首を振った。その顔は自分に関することだけで精一杯だという方だった。それから原田さんは一人でトイレを下し、人気のない廊下を走らせてしまった。完全な暴走だ。原田さん、待ってください。原田さん。フラフラしているエミリーさんを連れながら追いかけたんで、見失ってしまうかとヒヤヒヤした。おかげで距離は引き離されてしまったが、原田さんはまっすぐみんなが待つ食堂に入ってくれていた。僕とエミリーさんも追って入る。とりあえず戻ってきましたね。あのね、私が思うに、中ではまた黒崎さんが中心になって何かを話してるだった。原田さんはそこに割り込んでいくと、開口一番にこう叫んだ。聞いてよ、原田がいたの。興奮してる原田さんに一度、あという顔で固まった。あなた何言ってるの？あなたならそこにいるじゃない。そうじゃない。窓の外にもう一人の原田がいたの。原田さんは、感触を起こした子供なのに同じことを繰り返す。そのため、話が一向に進まない。カズミ君、どういうことの？みんなが原田さんを眺めるのに追われてる中、カモンスケは聞いてきた。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。